アメリカで見つけたジャパンです。ここはベイサイドオートさんっていうところで見つけた、なんとアメリカで見つけたジャパンなんですけど、これ 懐かしいですよね。ホンダホーリーワンって言われたオートバイがなんとアメリカにあります。かっこいいっすね。なんか懐かしいですね。ね、あと川崎、なんと 900cc ですね、これは。ねえ、なんか青春が詰まってるって感じですね。なんとここにはダッツンもありますね。 Z240Z、 かっこいいっすね。ねえ、レーシング仕様になってますね。これも？これは何だ？ね、今日のお目当てはなんとこちらです。こちらこちら、この車。もう皆さん好きな方はお分かりですね。 なんと幻の名車ね、トヨタ 2000GT です。かっこいいっすね。このマスクね、今だったら何千万もするんでしょうね。いいっすよね、トヨタの 2000GT ですね。中の方もこういう感じだよね。かっこいいっすね。1967年って書かれてますね。素晴らしい。超かっこいいっすよね。素晴らしいっすね。なんと、なんと、なんと。なんとなんと、もう1台 あります。こちらに見てください、これ。トヨタの 2000GT がもう1台ありますね。素晴らしい。ね、超かっこいいっすよね。ね、トヨタの 2000GT。 ちょっと うまくかっこよさをアピールできればいいんですけどね。下手なカメラマンで申し訳ないって感じで、トヨタの 2000GT でした。ね、超かっこいいっすよね。なんと2台もありますからね、2台も。ほら、幻の名車。
トヨタの 2000GT、 ね、乗ってみたいですね。皆さんどう思われますか？カメラマンがちょっと下手で申し訳ない。さすがです。